の子よ。トーダさん、大丈夫ですか？外傷はないよね。どこか痛むところは？トーダさん、何があったんだ？トーダさん、トーダさん、しっかりしてください。もう大丈夫ですよ。何があったんだ？車がどうした？そうだ、あいつは黒沢とか言ったっけ？トワダさん、黒沢はどうした？焦らないでいいんだよ。落ち着いて。さあ、ゆっくり深呼吸するんだ。いいんだよ、もう大丈夫だから。慌てなくていいんだ。黒沢が鬼隠しにあったっていうのかい？何があったかゆっくり話してごらん。黒沢はいつ鬼隠しにあったんだい？あれからすぐ匠くんが目を覚まして、そろそろ帰ろうってことになったんです。それで？
さん西宮殿に行くって聞いてたから挨拶くらいはしておこうかと思ったんですけど、匠くんがなんとなく嫌そうだったからやめたんです。多分自分だけ寝てたからなんとなく罰が悪かったんじゃないかと思うんですけど。それで二人でこの鳥居をくぐって石段を降りていったんです。私たちが乗ってきた車がなくなっていたんです。車がなくなった？おいおい、それってまるで乙部の時みたいじゃないか。鬼隠し、まさか本当に鬼隠しが。本当にも何もまだそうと決まったわけじゃないだろう。車を止めてた場所を勘違いしたんじゃねえの？勘違いなんてそんなはずありません。その車って私見たわ。私たちが来るとき石段の下に止まっていた車がそうですよね。龍之介さん？ああ、そういえば。私の車だったのね。でもさっき見たらなくなってたんです。車がなくなってわけがわからなくなって、私怖くなってしまって、そうしたら私たちのすぐ後ろから足音が聞こえて。足音？誰もいるはずなんてないのに、確かに足音がしたんです。人の気配がしたんです。の背後に誰かがぼーっと立っていて、私怖くなって逃げました。夢中で石段を駆け上がりました。匠くん逃げてって、そう叫びながら私夢中で。でも黒沢は逃げなかった。逃げなかっただなんてそんなはずは。でも で、あんたはどうしたの？私石段を登りきってここでずっと匠くんが来るのを待ってたんです。でも匠くんはいつまで経ってもなくて。あんたを助けに行けない事情があったのかもしれないね。それってもしかして黒い影の人に襲われたってことですか？じゃあ黒沢さんはもう。そんなことまだわからないでしょ。
そんなことわからないけど、でもでもそんな考えあなただったら信じたくないでしょ。それはそうですよね。あの、黒沢さんは神社とは反対の方に逃げたってことは考えられませんか？神社とは反対？ええ、黒沢さんはあなたが石段を上がっていったのを見て、あなたを巻き添えにしないよう反対方向、つまり村の方に向かって走って逃げたってことはあり得るんじゃないでしょうか？ありえなくもない話だね。ちょいと私が見てこようか。おい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 、見てくるってなんだよ。だから黒沢がその辺をうろちょろしてないか見てくるんだよ。まあこれは必要ないか。あんたが持ってな。待てよ。え？一人より二人、二人より三人、三人より四人だ。荒川さん、どうせ行くならみんなで探しに行った方が怖くないってもんだろう。そんな大勢で行っても足手まといになるだけだろう。私は大丈夫だからそこにいな。でも心配しなさんな。龍之介さん、ちょっと気になることがあるんですけど。どうしたの？鬼隠しって確か一人が死んで一人が消えるんですよね。それはそうだけど、なんで？だってまだ誰も死んでなんかいないじゃないですか。もしかしたらこれは鬼隠しでも何でもないのかもしれませんよ。龍之介さん、大丈夫ですか？顔真っ青ですよ。荒川さん。いや、平気平気。ちょっとぼーっとしちまっただけだって。集会所に戻って
少し休んだ方がいいかもしれないですね。平気だって。それよりお前、電話だよ電話。車がなくなってんだから警察に通報だろ。でも僕のは電池が。ちっとは生き返ってるかもしんねえだろ。あ、それにさっき気づいたんだけどさ、乙部の携帯って今年の春の M モデルだよな。違うのかよ。あ、いえ、確かにそうですけど。それって園崎さんのと一緒なんだよ。え、そうなんですか。ちっとも気がつきませんでした。記者の観察力を舐めてもらっちゃ困るぜ。なあ乙部、園崎さんのと電池交換すればお前の携帯また使えるようになるんじゃねえの。ああ、そうか。そうかって、お前。そうですよね。どうした？まずいな。走ってくる途中で携帯どっかに落としてきたみたいです。え？すみません、探してきます。おい、気をつけろよ。携帯見つかったら速攻警察へ連絡だ。はい。私たちどうなるんでしょう。なんだかわかんないけど、異常なことが起きてるってのは間違いなさそうだよな。こんなことになるなんて。いないね。誰もいないよ。いないって。人っ子一人いないのさ。血の跡や足跡の類もざっと見たところではないようだったね。それじゃあ黒沢さんはやっぱり車ごと忽然と消えたってことですか。残念だけどそういうことになるのかね。ぐるっと見渡してきたけど他の車も一台もなかったね。人の気配もなかったし。他の車も一台も。ああ、園崎さん、一台もってどういうことだよ。あんた、どこまで見に行ったんだ。この辺りをぐるっとだよ。どれくらいって言われても、さあ、よくはわからないね。あの、ごつい四駆を見かけませんでしたか。石段の下から500メートルと離れていないところに止めたはずなんですけど。ごつい四駆？そんな車があったら目立つからすぐにわかるだろう。帰る。足。
さん。ゆきちゃん、龍之介さん、ゆきちゃん、どうした？やっぱりないみたいです。ないって？だから私たちの車ですよ。もしかしたら本当に鬼隠しなのかもしれませんね。私たちから車を取り上げて、私たちをこの神社に閉じ込めて、本当に鬼に一人ずつ殺されてしまうのかも。みゆきちゃん、変なこと言わないでくれよな。でも誰もいない村なのに車だけが消えてしまう、どう考えてもおかしいですよね。それは、もしかしたら私たちの中に鬼がいるのかもしれませんよ。そろそろ戻りましょうか。車なかっただろ。残念だね。みんな仲良く鬼隠しにやっちまったようだ。あのな、おい。そういや、乙部はどうしたんだい？乙部！乙部くん！はい。どうしました？乙部くん、よかった。まったくだ、お前まで鬼隠しにあっちまったのかと思って焦ったぜ。ああ、そうなんですか。心配かけてすみません。で、携帯見つかったか？はい。どうした？携帯は
ありました。でも、おかしいんですよね。おかしいって？荒川さん、見てくださいよ、これ。僕は落としただけなのに、なんでこんなことになるんでしょう。なんだよ、これどういうことだよ。なんでこんなことになるんだよ。誰かにわざとめちゃくちゃに壊されたとしか思えないですね。だがどうして。これって誰かがわざとやったんですよね。これが乙部君の携帯だと知っていて。あんたたち何をすっかりビビってんだい。たかが電話の一つや二つまた買えばいいだろう。そういう問題じゃないのはあんたが一番よく知っているはずだぜ。私が？この村では外界との通信は絶たなければならない。外部との連絡を取ろうとした者は見せしめに無残な姿にして殺す。そんなやり口どっかで聞いたことがあると思わないか。なんだい？私がやったとでも言うのかい？そうは言ってない。だが気になるじゃねえか。外部と連絡が取れないように携帯が壊された。この携帯は俺たちの代わりに見せしめにボロボロにされたようなもんだぜ。それじゃあこれはこの村のたたりってことなんですか。バカを追いでないよ。悪いけど私は集会所で休ませてもらうよ。龍之介さん、どうしますか。どうするって。私たちも集会所に戻りませんか。ああ、だけど。あの、すみません、皆さん。勝手なお願いですけど、匠くんをもう少し探してくれませんか。私も探します。夜通しこの村を探せばきっと匠くん見つかると思うんです。きっと。お願いです、荒川さん。匠くんを一緒に探してください。